一分でわかる毛利輝元のヤバいエピソード。一、五大老になる。1598年に秀吉は伏見城でその生涯を閉じた。秀吉は死の直前、合議制によって政権運営を行う五大老。 五分業の体制を制定した。これによって、テルモトは五大老の一人となったのである。二、関ヶ原の戦いに参戦せず終わる。テルモトは西軍の総大将となっていたが、積極的に戦いに参戦しなかった。テルモトが積極的に参戦しなかった理由は、当時、毛利軍を治療の隣接地域である四国や九州に送り、勢力拡大を図っていたから、他の大名との調整を行っていたからなど、様々な理由がある。三、家康から領地を全て募集される。関ヶ原の戦いに積極的に参加しなかったセルモトだが、家臣の努力も虚しく、領地は全て没収されることになった。しかし、あらかじめ家康と関係があった。 家は広は関ヶ原の戦いで与えられた所領を全て輝元に譲ることを言家康に直談判するのだったその結果輝元83万6千石の元俸となったものの巣を長門の2カ国36万9千石の領主として毛利家を存続させることができるようになった。